ただいまから鉄砲隊が出港、そして大阪府立専用高等学校2校のパフォーマンスです。日本中の高校生ダンサーが目標とする日本一の高校ダンス部の大会、日本高校ダンス部選手権ダンススタジアムは2008年に大阪でスタートし、ダンス部の甲子園としてメディアでもよく紹介され知られています。この大会に出場常連の学校2校にダンスを披露していただきます。まずは大阪府立東モズ高等学校ダンス部の皆さんのパフォーマンスです。ご紹介いたしましょう。私たちは1年生4人、2年生9人のチーム HM ダンスです。 HM ダンスは激しい動きから突然静止するスタイルで、鍵をかける様子に近いと言われているロックダンスです。今日はキレのあるダンスをお見せします。どうぞご覧ください。Give you all my heart.